ははいどうもこんにちはオーケストラの指揮してます平林涼と言います。えっ、ー、とですね今日はあのピアノの楽譜をねあのピアノを離れてどうやってその分析とか楽譜を読むっていうことをするのかっていう話をあのしたいと思います。はいでねこの楽譜を読む習慣がある人っていうのはあの一番読むのはあの業種でいうと指揮者ですね指揮者が一番読む時間長いと思います。 もしくはまあ作曲の人が曲を分析するとかでピアノの人でもあの机をはあ机じゃないピアノ離れてね机で分析するっていう人いますがじゃあその全てのねバイオリニストとかチェリストとかがみんなその楽器を弾かない時間に何時間もスコアを眺めてるか楽譜を眺めてるかっていうと あのそこまで数は多くないのあもちろん室内楽やる時とか室内楽の楽譜を眺めるとかいう作業がまあ必要になってくるんですけどなのであの実際どうやったらいいのかちょっと抽象的なところがあるんですよね。うん、この楽譜はね権あの,著作権あの切れてて問題ない楽譜でベートーベンの「ピアノコンテュート」の第3番です。これを例にですねちょっと見ていきますね。うん、ピアノの、まあ、ソロパートのとか見ていきましょうね。はい まず、えー、ここからソロパートね。いあの絶対ね、大事なのはその演奏する上で、まあ、欠かせないポイントっていうのがあって、そういうところをね、あの押さえていくっていうことなんですけど、例えば、ドレーナリだり、バーンここにスポーツアートあるでしょで、このスポーツアートも絶対やんなくちゃいけないから、こう印つけたりねしてもいいです。ちなみに僕はあの必ず色ペンであの書くようにしてます。そそもそも、ね、読書に このマーカーで線を引くっていうあの習慣がついてるんであのそれと同じで消せないじゃんって言うんですけど別に消そうと思うことはないし万が一間違えても気にしないっていうかねあの、まあ、本に書き込む癖がある延長線上であの気にならない性格になってますで、まあ、またここね印つけてもいいんですけど、えー、ドラミファスラシドおーりちなみにあの和製の分析ってね別に単純なところはいら,いらないと思うんですけど これはまあツェモールですよね。うん。単純にね。まあ、分析をしたかったらこう書くわけね。で、この、まあ、調合っていうのはね、調合っていうのは、えー、この覚えますね。うん。最初にね。あの、音大の受験、高校生の時に僕も思いましたけど、えー、で、これはツェモールね、もちろんね。はい。それの

スラーのか,かり方が、えーとねあの、ここで切れてるででしょ。ここで切れてるってことは実は、ね、ここも,もうスタッカーと始まるんですここ短いのフレーズの終わりっていうのはねこうポイントィィィィィィでねえっ、ー、とでえっ、ー、とあのここトリルですけどあの古典派のトリルはねアクセントなんで

どれミファソソの上ってことね。どれミファソっていうのは12345ってことです。でね、ここ書くわけ。例えばゴードとか。で、あのソ、ソシソシレっていうのは3和音だけど、これ F が入ってくるから、厳密に言うとこっちがまあ続七になるわけ。で、これ7とか書くよね。続七ね。第、第7音を入ってる。ソシレファ、第7音を入ってるとね。で、ここをまあ、 ソシレファラーで第9音入ってる続句ですね。うんでえー、とこれはあ尺用和音なんですねここはね。尺用和音っていうのは別の腸の和音を借りてくるってことであのツェモールにとってのね、えー、族長があのうん。えー族長があの ゲーモールですけどそのゲーの腸で、えー、原子があって、えー、ファラドミそしてでこっちはあのゲー、えー、ドゥアになってますけどね一度はね、うん、このここだけ見るとゲードゥアのこっちがあの原子ちっつってね、えー、ファラドミ、えー、と分析記号はうんとね え続くのコーン省略形になってますね、ここはね。で、まあ、ラーソファミリルラリルラリルラリルドレみーねこっちはだから、まあゲームオールなんだけど、この、そうし単調誕生がプラスになってるから、この丸書いてるんですね、確かに。 レミルファミレミルファミレレドレビリタタあとスラーのかかり方とかをね常に見ていくのねえっとレミルファミレミルファミここから始めでしょだからここから切れるってことねレルダリルタレダリルタリうんレドレリリララここから始め当然ねこういう,う,いうブレスマークみたいな書いてもいいねえっと バルランダリでドドドドでねあのシューだな、えー、あとこ古典派は細かいんだよねモーターとハイドンベートーベンアーティキュレーションが大事でティーズラズダリここちゃんと切れてるとかこれあのスラースタッカートだからねスラーとスタッカート両方の要素があるレードティティティで厳密に言うとね ドー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 音がまあつえで連続しますね。こういうとき必ずダイレクションがあって、本当は。当時はね。ファズラスミレード、ドドド、ディー。まあ潜在的にはクレッシンドがってするわけ。例えば。うん、ドーシドレルシラソファ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 。うん。ディーディラドラディン、ドディラディロドディリダリディ、ド,リ,ド,リ,ド,リ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 ,ドリテッドティラットタディラディディーデン。 ここね、2拍目にスポーツサーと聞いてるの、ポイント、トリルもポイントとかね。うん。えー、で、ド、ド、ド,ッド,ッド、ここら辺はまたツーモールの一度ね。えー、ラドミ、ラドミが出てくるのは、これは6度だね。えー、ドレミファソラ、ラドミ、1、2、3、4、5 6、6、6度。6とか書いてもいいけどね。 えー、しで、ここ、こっちはファラドでしょファラドが中心だから、ヨドですね。うん。どうしどれどりだ。ここがまた、あの、なんだ、デスが入ってるから、えっ、ー、とね、えぇ、ー、ちょっとエ F モールの借用みたいになってるのかなうん。あの、ツーモールにとってのファラドってのはヨド。うん。えー、それでね、 フファソラシドレミここがですになってることで F モールの色彩になってもいるんですよね。うんうんえー、F モールの色彩一旦なってどうしろ出ろしろソファファレファラーっていうのはそのですになってるからね F モール、えー、ヘタン調の色彩で見るとファソラシドレまたこっち F モールの16になってるわけね。 えー、あの一時的に見るとね短期的に見るとそうなってるわけでも基本的にはツエモールの中にいてその中でいろいろこの借用っていうか鉛、ね、筆の腸に移ってきたりしてるわけあったあったでここであのまたこれがえっ、ー、とはが出てくるでしょ C ナチュラルででもナチュラルになってくるからまたこのツエモールに、まあ、も戻ってきますね無事にねだからここは F モールに移ったわけじゃなくて F モールの色彩を一瞬借りてきてるっていうことなんですね でねで,こでね5度1度っていうのはカデンツァって言うんですよでカデンツァっていうのは大事でちょっと待ってくださいねカデンツァっていうのは大事でドミンレッドシラソファミソシドカデンツァってよく言うんだけどね,んけどねなんだっつうと一連の和声のこの 流れの中でこのまあ特に5度から1度終始,終始するところを言うと思うんですけどねコンチェルトのカデンタっていうとソロパートがねあの名人芸を見せるとこだから意味が違うんだけど、えー、ドドミミンレッドシシラストファリティこれ続出ですねソシレファ第7を入ってるかねでここがドーミソー1度の第2展開系なんですよこれセットでね和声の授業でやるけど第2展開系っていうのは ドーミーソーあのソが高音に来てるでしょうこれは第二展開形第三音が、えーえー、バスに来てる場合は第一展開形ですねこれ第二展開形で2とか書くわけ、うん、でここ一度ドーミードミレシラソファこれはね待てよえレレファラだからこっち一度でこれはあの単純に二度で取ればいいのか、えー レファラーあのうん2度で取っても間違いないね間違いないねうんえー、レファーラー OK ええー、てなのにね和声分析するとしたらこうでも別に僕は和声分析はそこまで重要だと思ってないですあの分析しなくても弾いてれば分かるっていうとこまがねこれぐらいのシンプルな曲だとねうん ただあの音楽の構造を説明するんだったらこういうことになるね。うん、でより大事なのはねあのちゃんとスラーとかアーティキュレーションとかスポーツアートとかそういう情報どこですら切れてるかとかそういう情報の方が僕は大事だと思いますね、うんえーと。あと自分でその気づいたことをメモするとかね、うん、調整のことだけ書くんだったらあのこういうふうに調整を書いていくってことね。うん あとまあピアニストの人だったらね運指を自分で考えて分析していくとかうんあと音楽的にねあのここのイメージがどうだとそういうのを楽譜見ながらイメージを膨らますとかいうことがあると思います、はい、今日はですねえっ、ー、とじゃあまあちょっと和声分析もねあのちょっと簡単なんでねこれねあのシンプル僕でも分かるんでこミ行ってくるとね僕もねうん考えないと分かんなくなってくるんですよ曲が複雑だとまあベトーヴェンはとってもシンプルなんでね ややままましたねうんあこのように例えば楽譜だけ見てね何を考えるかってこのようにですねあと例えばここは「ティーラティーラティーラ」このアーティキュレーションがでしょこの形が重要なんだよ。これをチェックしとくとか「ティーラ」これ後が抜ける形ね「ティーラティーラティーラ」とかね はいまあ、例えばそんなことだと思うんですね楽譜を見ていくっていうのはねはい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 、えー、和製もね印象的なところは分析したりここの調にっていうのは特別だとかやってみるといいかもね、はい、なんか参考になるとこありましたでしょうかということでね、えー、とりあえずやってました普段ねクラシック音楽のトピック中心ですよろしければチャンネル登録と、えー、内容良いと思われたら高評価ボタンを押していただけますと幸いです、えー、では一旦失礼いたしますご視聴ありがとうございました